こんばんは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。お久しぶりですね。ちょっとベイスターズが勝てなさすぎて動画を上げる元気もなかったんですけれども、まあ今日ちょっとね、一斉開封やっていきたいと思います。サードもね追加きましたし、セカンドも欲しいし、まあ投手もいっぱい欲しいんですけれども、今ねその育成キャンペーンが来ているので、このタイミングでちょっと引いちゃおうかなと思います。今日は40枚引いていきます。で、 S ランク契約書が3枚、S ランク 30% 契約書が2枚、 S ランク 10% 契約書が1枚、そして残り、ゴールド契約書が36枚ってこういう感じになっております。ということでやっていきましょう。じゃあね、まずいつも通りゴールド契約書から引いていきます。まあ10枚単位でしか引けないんで、まあ10連ずつやっていきましょう。36枚ですね。結構ゴールドがたまったぞ。さあやっていきましょう。そう、一斉開封ね、どのタイミングでやるか悩んでいたんですが、まあ、今ねちょっと特訓素材も欲しいし、まあ、そう特訓もしたいし、強化したい選手が来たらこのタイミングでガッと、強化したいなということもあって、はい、引いていきたいと思います。よし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 、オール B ではない、 A ランクは来ます。さあどこで何が何枚来る。さあどうですか、どうですか。最後、最後か、最後か、あ最後だ、いいですね。え、来るよね、大丈夫よね最後、あー高田さんいいですね。はい、こんな感じです。まあまあまあ1枚来れば OK っていう感じなんで、10枚引いたら1枚はね A ランク来てほしいですよね。さあどんどんいきますよ。今日は36枚も引くのか、紛らわしいな。 S ランク契約書、なんか視力が悪くなったのか、本当にどっちが見間違いそうになりますね。はい、まあ前々から紛らわしくはあったけれども、ちょっとなんかもう夜だから目が疲れてるのかな、本当見間違いそうになった。さあ行きましょう。うん、1枚切ってくれたらって感じ。前回の一斉開封は結構ねゴールドからやばかったんですけど、今日はどう。よし、まあ1枚は来ると。おっ、あーめっちゃ引くんだけどギャレット選手何枚目だ、めちゃめちゃ持ってるんですよね。はい、いいですね、ありがとうございます。さあ1枚だけなのか、期待を上回ってくれるのか。さあどうでしょう。あ1枚ですね、まあ、OKOK、 最低限のラインをね、私の機嫌を損ねないラインを通ってきています。さあ行きましょうか、30連目ですね。さあまあね、あ S ランク欲しいけど期待しすぎてはいけない。いやだいぶね選手もね、グランドオープンから追加追加と選手が増えてきて、ポジションも広がって欲しい選手も増えてきてるんですけど、よしよしよし、おじさん来た、やったやったやった、これは嬉しいですね。誰かな、ゴールド契約書からなんで、もう S ランク来ただけでね、バンバン勢ではあるんだけど、いやでも誰が来るかな、期待しちゃう。いきなり来ないあおかえりなさい、青木のりちか選手。はーい、そして来た来た、おお菊池選手やっぱかぶりますね。2枚目か3枚目か、なんかめっちゃかぶるんですよ今シリーズ前からかな。ありがとうございます選手。はい、さあ今後ね誰をどう育てていくのか悩ましいところであるんですけれども、菊池選手どうだったかな。 S ランク何枚か持ってるんですよね。はい、 A ランク1枚、 S ランク1枚って感じでした。この写真めっちゃ良くないですかなんか B ランクだけどね。清水選手この写真めっちゃいいな。はい、ということで、いやーありがたい、 S ランク、しかも菊池選手ね、カープだねやっぱりねまだカープさんの呪いが残ってる。そう、カープさんとコラボしてからね、カープの選手ばっかり出るんですよ本当に。はい、ということで最後発数かな、6枚ですね引いて、あれ6枚もない間違えたさっき言い間違えた、34枚でしたね。はい、発数の4枚を引いていきたいと思います。今朝合わないもんね。そう、4枚でした。34枚ですね、ゴールド契約書は。いや間違えちゃった、ごめんなさい。合計40枚っていうのは合ってるはず。ちょっと嘘、4枚だよマジで言ってる、4枚ですね。いいんですか、もしまだ菊池選手だったら。なんか被らないでほしいな。あわよく、ナイス、おかえりなさい外選手。そしてなんか来そう、なんか来そう、来そう、おー木下選手、キャッチャーもそうだ、追加来てましたね。これから有望な仕事、トップ10、はい、ということで有望ですね木下選手。さらに1枚、
いや4枚でこれすごいですね。なんかあれみたい、4連みたいですね。福袋4連、福袋ね引きたいんだけどちょっとここは我慢かなっていう感じなので、今日は一斉開封、その欲はね、福袋欲は一斉開封で満たしていきたいと思います。いやゴールドで S もうすでに2枚っていうね、嬉しいですね。でもキャッチャーもさ、一昔前まではさ、総力班に押した、班で押したように総力型ばっかりだったのが、今はねいろんなタイプのキャッチャーが、打撃面だけ見てもいろんなタイプのキャッチャーがね揃ってきましたからね。はい、ということでやっぱ 10% は1枚しかない、確率契約書に移りたいと思います。まずスランク 10% 契約書1枚いきましょう。 30% はね2枚あったはずそう、 10% なんか意外と集まらなかった、だからなと思うけど、どう10%1枚、 10%、まあ、なんかむしろ A ランクで誰が来るかっていう方がだよね、割れないね、割れない。あ、はい、 OK です、選手。はい、ということでホークスはね、あのグラシアル選手が欲しいんですよね。 A ランク来てくれないかな。はい、じゃあ行きましょう。引き続き 30% 契約書ですね。30% は2枚です。引いていきましょう。いやいいな、グランドオープンしてから S ランクの枚数の引きはいいの、 S ランクの出はいいんだけど、中身が、おお来た来た、 S ランク出はいいの、中身がねマジかぶりまくりなんですよね。さあどう、いきなり、いいやった、 OK、 ナイス、最高。中川選手いいですね。はい、結構 A ランク S ランク取っといてたと思うんで育てたいと思います。もう一枚、どう、もう一枚ないかな、もう一枚、もう一枚、マジかダブルジャイアンツでした、大城選手。いやすごっ、すごくないですか。そうそう、いや強いですよね、大城選手ね。 A ランク持ってないんだよな、でも強い。いやいや すごいね、いい、いいですね、ナイスすぎるなかなか両方確率契約書なんですけど、なかなかこれないですね、あんまり経験したことがない、確率契約書から両方 S っていうのは。はい、セレクションを餌にすれば極まりますね。ちょっとこれもったいないセレクション、まあちょっとどうだったかな、なんか他いなかったかな。はい、ということで、あ、ようこそいらっしゃいました中川選手。さて、S ランク契約書の時間です。なんかもうすでにね、もう十分すぎるぐらいいっぱい S ランクいただいたんですけど、なんと3枚まだ残っております。このね、そのツイッターのキャンペーンもあるからね、そう、本当ありがたい。ということで S ランク契約書3枚、ここはまとめていっちゃいたいと思います。いこいこ、よし、福袋欲だいぶ満たされたわマジ、あの福袋引きたいと思って、いや誘惑すごいなって思ったんですけど、なんとか我慢してここまで来ましたいやちょっとこういうとこでね、紙引きできれば福袋はなくても大丈夫なはず。さあ3枚、誰が来る、投手の補強をしたい、おー中島選手。そうね、ショートね結構来ますね、この前今宮選手も引いたしね、はい、坂本選手も引いたし、そして、あー選手、ちょっとね、ベイスターズ対戦したばっかりなんでね、ちょっとドキドキしちゃいますけれども、サーレスさん、なんか過去のシリーズの残してた気がするな。はい、次ラスト、あ、やったやった声が出なかった、キャプテンが来てくれました、サノ選手で、サノス選手ですね。はい、ベストナインで引いてるんですけど、でそれがねやっと極みになりまして、ホクホクしてたんですけど、新しいシリーズでも欲しいななんて思ってたら引けてなかったんですよね。そうそうそう、平選手かぶりで確かそう自チームとか引けてなかったんですけど、嬉しい、いやちょっと叫ばなかったななんかはってなっちゃいました。はい、やりましたね、これ自チーム、いや嬉しい、いや嬉しいですね、継承したいと思います。よし、育成する選手がまた増えましたね、嬉しいです。これででもだいぶ補強はできるんじゃないでしょうか。私ね、先週ちょっとツイッターには載せたんですけど、歯をマジギリギリで、でも今ねなんとかね安定維持圏にいるんですけど、
ちょっと急いで育成をして、そろそろその自然回復で育成してる人、ストック経験値を使わずに育成してる人がグランドオープンの時に引いた選手がね育ち上がってくる頃なのかなっていう感じで、ちょっとまた厳しいなっていう感じだったので、ここでまた育成を頑張りたいと思います。これからもちょっとあの動画だったり生放送はすごいのんびりペースになるかなって思うんですけど、またねちょっとずつでもやっていけたらいいなって思ってますんで、よかったらまた見に来てください。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺でおしまいにしようかなと思います。最近の皆さんの引きどうですか？よかったらコメントしててね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。